ありがとうございます。やばい、まあなんですけど太陽と大塚さんで花の金曜日といいます。ガチ M1 やん、えぐすぎ。 ありがとうございます。 M1 すぎ。 M 僕たちの大学の1年生同士でコンビを組んでまして、M ギャルピー、まあ、今年初めて M1 に出させていただくということで、もういろんな先輩方からもうアドバイスをいただいて、M ネコってさ、これ写真撮りたいから撮ってくれん。あ、ちょ、やめてね。なんで？あ、やりたいことあるんで。え、1回戦来たのに？あのコンビニの店員さんの感じやってみたいんで、お客さんとして入ってきてもらっていいですか？え、漫才っぽいんやけど、やば。あ、ちょっと待って、ちょっと聞いて。何ですか？なんかさ、サークルの先輩がさ、1回戦の設定でありがちなドラえもんと甲子園とコンビニは他と被るからやめた方がいいって言ってたで。そうなの、うん、まあでもコンビニのあの扉のウィーンってやつ、あれめっちゃ漫才っぽいよ。え、ガチやってみた。ウィーン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 。あ、お弁当お願いします。こちらお弁当冷やしますか？なんでやねん。だって今年の暑は夏いですからね。いや逆やろ。サービスでタバコつけときますね。いや、もうめちゃくちゃやないかい。もうええわ。やば、突っ込んじゃったんですけど。え、てかさ、あれ忘れてない？何ですか？え、つかみ。結構ネタも終盤だというのに。え、ちょ、やるわ、行きます。べっぴんさん、べっぴんさん、ギャル飛ばしていいんきゃ。あ、待って、ビリアル来たんですけど。前通らんで。普段はあんな感じじゃなくて、ビリアルも M1 のためにインストールしたんです。こう見えてずっとこの舞台が憧れで、本気で受けたいから私 NG なしなのでって言ってくれてるんです。見てください、まっすぐな瞳されて。戻ってきてください。はい、もう今日はこれで終わりにしましょう。え、待って、まだ警告音聞けてない。もういいです。ありがとうございました。ありがとうございました。